和風の春の壁面を紅白の紙テープで仕上げましょう。台紙はお花紙の切り絵を貼り付けたものです。大きさは縦60センチ、横90センチのものを使いました。桜桜の歌詞をプリントアウトして貼り付け、お花紙で作った菜の花を飾っていきます。紙で作った扇子も飾っていきましょう。あらかじめ作っておき、コンパクトに畳んだものを広げて貼っていきます。貼る場所を決めたら、扇子の両端を画鋲などを使ってしっかりと留めます。仕上げに使うのは紅白の紙テープです。ずらしながら輪にしてホッチキスで留めたものをいくつか用意しておきます。それを全体を見ながら貼っていきます。真ん中のところは紙テープを小さい輪にして画鋲が隠れるように留めます。輪っかが浮いているところを画鋲で留め、形を整えます。紙テープの端は長く残しておき、ハサミなどでしごいてカールさせたら、形を整えながら画鋲で留めていきます。扇の要のところにも、同じようにして紅白の紙テープを貼っていきます。上下の空いているところにも輪にしたテープを貼っていきました。輪にした飾りが足りなくなったら、その場でくるくると輪を作って貼っていきます。最初からこの要領で貼っていってもいいのですが、先にいくつか作っておく方が作業が早くできます。紅白の紙テープを使うことで、飾りに立体感や動きが出ます。お正月やお祝い事などの飾りにもご活用ください。